日本大が23日、都内の同大本部で、アメリカンフットボール部の選手が悪質な反則で関西学院大。5選手を負傷させた問題で、内田正人前監督、62、と井上翔コーチ、30、の会見を開いた。内田監督は質疑応答の中で、OB が、殺せ、などと指示、指導を受けていたと証言。しているが、などと、日大の指導の体質を問う質問が飛ぶ、記事全文を読む。